サングラスヒラヤバイ、松下光平。もはや映画なうの渋谷ショート動画が沸騰週には、日テレ主演ドラマの芸能界の主役。7月17日夜、俳優の松下光平、37、が自身のインスタグラムを更新。翌18日朝には投稿が X、旧ツイッター、でもトレンド入りするほどに話題沸騰となっている。 松下がインスタグラムに投稿したのは、サングラス姿の松下が雨の東京、渋谷の街中で傘を差し、信号待ちをしているショート動画。雨の日、久しぶりに渋谷にいたので、散歩が寺マネージャーさんにカメラ回してもらいましたパート1最近。舞台の稽古ばかりであげるものがなかったので、更新できずごめんね。またあげます。と、綴っている。 舞台の稽古とは、7月25日から8月31日にかけて上演される、井上久し玄安、富田康子55と共演する舞台、小松座第150回公演母と暮らせばのことだろう。今回アップされたショート動画は、松下の横顔の美しさ、雨に濡れた道路に街の明かりが反射しているムーディーな背景も合わさり、もはや映画のワンシーンのよう。 水を滴るいい男素敵すぎますこんなに傘が似合う人っている。大人っぽくてかっこいいな立ち姿が絵になるなこのまま映画に出られそうよこういう役を見たいな。サングラス平やばい公平くん毎日お疲れせいです。稽古頑張ってください缶に行くの楽しみすぎる。といった絶賛の声が多く寄せられている。舞台といえば松下さんは母と暮らせばだけでなく、 2025年には世界初演となるミュージカル、ケインアベルで初の東方ミュージカル主演も控えています。俳優でミュージシャンの松下さんですが、このところはテレビドラマ以外のジャンルでも話題が豊富で、仕事は絶好調ですよね。女性誌編集者。松下がアーティストナビゲーターを務める今年4月スタートの音楽番組 WithMusic 日本テレビ系では、 MC のうどうゆみこ55やゲストアーティストとの行きぴったりのやりとりが話題になることが多い。6月22日放送会では、韓国の5人組女性グループニュージーンズがメンバー全員の特技としてムーンウォークを披露した際、うどうが松下さんもムーンウォーク得意でと無茶ぶり。松下は苦笑しながらもさらりとやってのけ、かっこよすぎる、さすが、と沸騰したのだ。 7月四日には、松下が3月14日にこうなったライブの様子を収録した。公平松下ライブツアー2024の R&Me DBW レイが、オリコン週刊ミュージック DVDBD ランキング7月8日付で1位を獲得したことが話題を呼んだ。さらに同日には、松下がナビゲーターを務めるラジオ番組 DK セレクトウィークエンドリビング J ウェーブ が番組初となる公開収録を東京バルームにて開催。その倍率は40倍だったという。その他、松下は7月1日から放送の賃貸住宅ブランド DK セレクトの新 CM に出演したり、同月19日発売予定のカットロッキングオンにインタビュー記事が掲載されたりと、仕事で多忙な日々を送っている。もちろん、俳優業、 ドラマの仕事も絶好調です。今年に入ってからは4月クールの川口春奈さん、29主演のキューボーダー t b s 系で清喪失の青年高太郎としてギターの弾き語りをする姿などを公演。さらに、現在放送中の吉高由里子さん、35主演の NHK 大河ドラマ、光くんへでは第21回、 5月21日24回、6月16日で登場した層のミナリー氏、襲名、ジョーミンを演じた。襲名は主人公を言葉巧みに怪獣しようとするも失敗し、一点脅そうとする二面性を見せる、松下さんのダークな演技が魅力的でしたよね。前室の女性誌編集者、今年、すでに2本の連ドラに出演している松下だが、松下さんは、 次の10月期に日テレで単独主演の連続ドラマが控えていると言いますよ。松下さんが演じるのは医者。ですが病院に勤める医者ではなく、常駐医だと聞こえてきています。病院が舞台ではなく、学校の保健室や大手企業にある医務室。そういったシチュエーションでの作品になると見られています。芸能プロ関係者。松下は日テレの連ドラでは、松岡眉、 29主演の最高の教師1年後、私は生徒にされた23年7月期に主人公の部役で出演していたが、前述の TBS のキュー,ボーダーやフジテレビで主演作だった一番好きな花、23年10月期など、TBS とフジテレビの作品に出演することが多かった。日テレは各局から引っ張りだこの松下さんをまず抑えるべく、 とにかく彼のキャスティングに最も力を入れたと言われています。松下さんは女性人気が抜群で、出るたびに視聴者を沼落ちさせる、今最も勢いのある俳優ですからね。出演する連ドラが放送されていない今夏も、長期の舞台他で超多忙。今や芸能界の主役と言える存在ですよね。日テレでは、ウィズミュージックもありますから、今週は松下さんが、 日テレの顔のような大きな存在感を発揮することになりそうですね。全道まるで映画のようなインスタグラムのショート動画のパート1という文言からパート2以降の投稿も期待されている松下。7月クールは出演する連ドラがなくても自身の SNS の動画でファンを満足させるとは、怖るべし。サングラス平やばい、公平くん毎日お疲れせいです。 稽古頑張ってください館に行くの楽しみすぎる、など多くの反響が寄せられている。